ちは、ゆいです。今日はですね、日曜日なので今さっき陶芸クラスを終えて多分3時間ぐらいしとって、でこれから近所のスーパーにグロシュリーストア、グロシュリーショッピングをしに行ってきます。いつもはオンラインで頼んで土日にどっちか送ってもらうんですけど、先週それで失敗して、なんか予定されてた時間より2時間半ぐらい遅れてきて、アイスクリームとかぐっちゃぐちゃになってたんで、今回は何回かに分けて週の食べ物を買いに自分でスーパーに行きます。今日もすごいいい天気で超暑いです。ベーコンが安い。はい、これからですね、明日からまた月曜日なので、次の週のちょっとプレップをしていきたいと思います。適当に野菜を切って、でお肉は凍らせてみたいな感じで、で大体、平日も週末もなんですけど、ほとんど晩ご飯は旦那さんが作ってくれてるので、私は最近はお昼お弁当係になっております。インフレがすごすぎて、外で食べるとランチ買うだけでもだいたい15ドルぐらいはしてしまうので、バカにならないので、本当に毎日買い食いをしてると75ドルとかはいなくなってしまうので、できるだけお弁当を頑張ろうってことで、お弁当に使うやつも作っていこうと思います。今回はひき肉がこの大きいのがあるので、半分を使ってちっちゃいハンバーグさんたちを作って、でまた冷凍して、週の半ばか後半にもう一回お弁当に入れて、半分使わない分もパックに詰め替えて冷凍しちゃってっていう風にしようと思います。やっていきましょう。本当にインフレすごすぎ、高すぎ。時間経ちましたが、なんとなしの準備はできました。とりあえず野菜とか適当に切っといて朝するの、そして蓋がないのでラップです。いつもなんかジャーの蓋がいなくなるんですよね。とりあえずこれと、あと味玉も一応作っといて、でハンバーグ、ミニハンバーグ、結局ちょっとメープル醤油味と、なんて言うんだろう、普通のやつ、デミグラスみたいなやつ2つ作っておきました。結構味見したけど美味しかったです。でさっきのハンバーグに使わなかった余ったひき肉はもう凍らせてあって、このポークチョップもこれは凍らせます。でこれは多分お弁当用になるやつは、何入れたんだろう、ネギと醤油と、あ、何だっけ、あのやつ、シラーチャを混ぜたのにつけて、で焼いてパッとお弁当に入れるように作りました。このぐらいでございます。ちょっと疲れたので最近のお気に入りのホワイトクローを飲みます。ウォーターメロン味です。これ最近ニューズとかも出ててお気に入りです。はい、これからですね、今日は晩ご飯一人でございます。旦那さんはお友達とハンガーアウトするので、ちょっとジャンキーなものを食べたいと思います。乾杯。ウォーターメロン一番美味しいです。はいはい、私のジャンクフードといえばこちらです。お鍋ごとのフルダックのカルボナーラ味に余ったお野菜を入れて食べたいと思います。そして今日は旦那さんがいないので納豆も食べようと思います。旦那さん何でも食べれるんですけど、納豆だけは本当にもう匂いからして嫌みたいなので、できるだけいない時に食べてます。はい、
ただきます。こんな感じでだらだら過ごしてると8時なんですよね。もうまだ外は明るいけど、うん、久しぶりに本当に食べると余計に美味しいです。たまにこれを食べたくなるんです。本当に美味しい。もうあのチーズ味も辛すぎるのでカルボナーラがちょうどいい辛さです私は。うん、そしてこれみんなやってるかわかんないんですけど、ネギちゃんをチョップして使った後もお水に入れておくとこうやってどんどん伸びてってくれるんですよね。ちょっとしかいらないときはここから伸びたのをハサミで切って使っております。結構すごいスピードでニョキニョキ伸びてくれます。そして食べてるときにあれなんですけど、もう一個プラントちゃんがここが随分大きくなったんですけど、すごい新しい葉っぱが出そうで嬉しいです。見えるかな。ご飯食べながら何やっとんねんって感じなんですけど、こんな感じ見えるかな。すごいニョキニョキ生えております。いつ開くかすごい楽しみです。下の方にも見えるかな、ちっこいのがまた出てきそうで本当に楽しみ。一旦置いてきます。本当に観葉植物を周りに置いてからこう毎朝見て、毎朝ちょっと元気あるとか元気ないとか、花が咲いたとか、また葉っぱが出てきた増えたっていうのを見るのが楽しみで元気を毎日もらっております。この休日ののんびりできる時間が嬉しいんですけど、そういう時間って本当にすぐに過ぎていってしまいます。うん、もう8時過ぎてるし、これからどうしようかな。ちょっとビデオ編集して、でもちゃんと長めにお風呂も使いたいし、洗濯物も今回してるので、畳まないとならんし、干さないとならんし、あとネットフリックスのなんだろう、あの中里依紗さんが出てるやつ、離婚しようよみたいなやつ、さっき1話だけ見て面白いと思って、時間があればもう一話見たいです。とりあえず食べてどうしようかな、また考えます。はい、あれからちょっと編集を1時間ほどして、もう9時過ぎてしまいました。これからお風呂ゆっくり入って洗濯物畳まんとなら、下の準備してバックパック詰めて寝ようと思います。こんな感じの知らないうちに時間が過ぎてゆく日曜日でございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。眠い。おやすみなさい。バイバイ。